市は古くから織物の町として発展してきました。織物の起こりは古く、奈良時代の初めに朝廷に献上、江戸時代には一大産地となりました。織物産業の繁栄を今に伝える町並みが残り、近代化遺産の宝庫となっています。桐生新町、織物の歴史を感じさせる建造物が多くあります。織物業で栄えた桐生の歴史を今に伝える財産で、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されています。楽市、歩いているだけでも楽しめます。天満宮古民具骨董市、関東三大骨董市と言われています。貝場鞘市、織物の取引市場としてにぎわいを見せた市を再現しています。桐生には古民家をリノベーションした素敵なお店がたくさんあります。桐生白滝神社は京の都から織物の技術を伝えたという白滝姫を祀る神社です。
事は季節ごとに様々な祭事を行っており、年間を通じ多くの参拝客が訪れます。夏には涼やかな音色が印象的な風鈴祭りが開催されます。関東では珍しい床もみじも見ることができるんですよ。渡良瀬渓谷鉄道は渡良瀬川の渓谷に沿って走っています。特に新緑と紅葉が素晴らしいんですよ。恵比寿宮総本社から関東で唯一分霊された桐生西宮神社の秋季大祭です。縁起物や露店が多く立ち並び、桐生の秋の風物詩として毎年にぎわっています。桐生といえばヤギ節祭り。期間中3日間で約50万人の方がお越しになり、みこし渡御ややぎ節踊りで大いに盛り上がります。